ショーツとロング両方買ってます。そもそもね、顔のタイプでね、似合う柄ってある程度決まってるんですよ。やっぱりこれですよね。これはしっくりくると思うんですよ。はい、本日はですね、パタゴニアのバギーズショーツ2023年を購入しましたんで、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、2019年から2019、20、21、22、23でも毎年バギーズショーツ買ってますけども、今年もね、購入してきました。で、今年に関してはちょっと柄をね、買わせていただいて、ショーツとロング両方買ってます。で、それ以外のやつとかも特にサイズの仕様の変更ってなかったんで、この後の動画でね、サイズ比較、僕の場合 XS 履いてみたり S 履いたり M 履いたらどういう風に見え方変わってくるんかとかね、おっさんやないかいとかっていうのもありますので、その辺をね、見ていただきたいなという風に思いまして、バギーズショーツの XS、S、M って履きます。で、次にロングの方で XS、S っていう風に履いていくので、ちょっとロングの方はね、 M まで行くとデカすぎるんで、こんな感じで、ちょっと見え方だいぶ違うよねっていうのをね、見ていただこうと思いますが、まず最初はですね、こちら2023年バージョンのバギーズショーツとバギーズロングをね、履いていきたいなと思いますので、ロングの方から先に履いていきましょう。ではいつも通りね、アングル下ありますので、このアングルをね、変えていきたいなと思います。いきます。パン。はい、と、こんな感じでいかがでしょうか。いい感じでできてるかなと思います。いきますよ。はい、下行きます。してますね。はい、行きますよ。上行きますよ。パン。おっさんやないかで、めちゃくちゃ、足見てる感じ、ちょっと若いやんと、20代の子みたいな感じでいけてるんちゃうかなと思って、どんな顔してんねやろ、パン。おっさん、めちゃくちゃおっさんやないかと、芝だらけやないかいと思うかもしれないですけど、ウイルスから。そういう時はサングラスでごまかしてね、あんま分からないようにしといたら、これで大人っぽい感じでいけるでしょ。これがですね、今回バギーズロングで S サイズを着用しております。もうロングって言っても、なんかそんな長いっていう感じじゃないですよね。やっぱ30歳超えてくると、ショートよりロングの方がしっくりくるような肌質になってくるんですよね。なんかどうもやっぱ肌質がおじさん臭くなってくるから、それで無理やりショーツとか履いちゃうとちょっと違和感が出てくるんですけども、今年のね、バギーズショーツの方も履いていきたいなと思いますので、ロングの方これで OK で、ショーツ履いていきますね。はい、と、こんな感じです。いかがでしょうか。まあいい感じですよね。で、ただやっぱ丈がね、ちょっと短い感じするので、実はこれね、 M サイズで履いてるんですけど、ちょっと下げてるんですよ。普通に履いちゃうと結構高い、こう見えて変な感じするから、ちょっと下げるといい感じになってきて、この下のアングルから上にビューっていけたら、おっさんやけど悪ないやないかいと。おっさんはおっさんで認めるけども、そこまで悪くないやないかいってなるけども、ちょっとこれよりも上行っちゃうとキモいでしょ。キモいやないかいってなってくるから、ちょっとそのあたりはね、ショートやったら30歳超えてくるとあんまり短いの気持ち悪いですよね。だからちょっとこれ以上は気持ち悪い人はちょっと飛ばしてほしいんやけども、例えば もっと短くしてくるとこんな感じ、もうだいぶキモいですよね。もうこれ規制かかってくるからバンされるから、これあんま長い時間的にはしてて踊るすけども、これが M サイズでね、バギーズショーツになってます。ちなみに柄とかで、俺似合うやつ似合わないやつどんな柄がええのっていうのって見分け方結構簡単でね、そもそもね、顔のタイプでね、似合う柄ってある程度決まってるんですよ。だから僕とかはね、あんまり自分で言うのもあれなんですけど、こういう柄似合いやすい顔してるんですよね。で、逆に似合いにくい顔してる人もいてはるから、そういう人はボーダーとか、そう、直線の方が良かったりするんだけど、僕みたいにこう絵柄が複雑な方が似合う顔ってあるんですけど、またね、実はそういうのもいずれお話はしていきたいなと思うんですけども、ちなみに僕は永瀬さんとかね、元時の永瀬さんとか、あと木村拓哉さんとかと、同じタイプの、ゾーンにいてるわけなんですけども、他のゾーンとかやったら、斉藤匠さんとかね、ゾーンもいてはりますし、違うゾーン行ったらね、綾野剛さんとかっていうイメージの人もいてたりとか、あと千葉雄大さんとかね、いろんなバージョンがあるんやけど、やっぱ千葉雄大さんとかがこういうの履くと子供っぽくなっちゃいますよね。やったらもうちょっとこう、例えば永瀬さんとかね、そういう人が履いた方がしっくりきたりするんですけども、そういうのって顔のタイプによってやっぱ違うんですよ。だから大人顔してるんか子供顔してるんかによって違うんですけども、今年のバギーズショーツの柄はどちらにしても大人の顔の方の方が似合いやすい柄してるっていうところはね、分かりやすいんじゃないかなと思うんですが、その反面、おっさんやないかいってなりますけどね。足だけ見てて上見たらおっさんやないかいってなるけども、おっさんはおっさんでも似合う柄があるんだと自信持っていきましょうということで、おっさん代表してお話しさせていただいております。これで特にね、仕様の変更はないことは皆さん分かっていただきましたね。じゃあ次は何なのかというと、サイズですよね。どのサイズ履いていこうかなと、実は去年から太りましてんとかね、実は今年はダイエットして痩せてますねんとかいっぱいあると思うんですけども、サイズを変えることでどう見え方が上がるか、だから他の人からどう見られてるかっていうのを、これで分かりやすいかなと思いますので、まずはね、バギーズショーツの XS、要は僕が履くと気持ち悪くなるやつ、普通他の人が履くと似合う人もいてはるんやけど、僕が履くとキモくなる XS を履いてみましょう。はい、と、いかがでしょうか。見てもらったら分かる通りね、入る入らへんとかっていう問題じゃなくて、そもそもキモいんですよ。もう何って3文字しか浮かばへん、何ってキモい、もうキモい以外の何物でもないけど、見てキモって思うのって、もうとりあえずサイズ感的にキモいですよね。で、色が似合っ
ってるとか似合ってへんとかウエストが入る入らないとかそんなことの前にとにかく丈感がキモいっていうところが先行しちゃうんで、まあ、サイズ的にはね僕はやっぱ XS まで下げちゃうとね、まあ、ちょっと気持ち悪いちょっと上に上がりすぎちゃってるっていうことで、まあ、これは非常に女子は嫌いでしょうね。ちなみにこの編集してくれてるの女性なんやけども多分だいぶキモいと思いながら編集されてるとは思います。で次はですね S サイズに上げたいなと思います。これショーツですね。バギーズショーツの方の S サイズ上げてますね。ハイトはいかがでしょう。まあ、ちょっとさっきよりマシになりましたよね。先もう2センチぐらい高かったからもうちょっとキモかったけども、あまだ見れるやけどちょっと違和感あるって感じですね。なんかこうなんか無理してる感ちょっと出てるよね。で膝こそ丸見えやしなんかちょっと違和感あるよねってなったら多分丈の問題なんちゃうかなと思うんですけども、まあ、これやったらギリいけるもしくはギリアウトぐらいのラインかなっていうのが、まあ、S サイズですね。だからウエスト的には僕 XS 全然いけるんですよ。で S はもうガバガバで余裕なんやけども丈感がキモいから M に今回したんですけどもね。で最後また M で、柄の元に戻りたいなと思うんですけどやっぱりこれですよね。これはしっくりくると思うんですよ。丈感的に身幅はまあどうかわからんけども丈としては全然しっくりくると思うんやけどもこれで見てくださいよ。こういうちょっとね腕まくってねビーチ沿いをね歩いてねチャンネル引き連れてねルービーなんかかましたりしたらちょっとイケおじいになってくるじゃないですか。まあまあそれはそれでかっこいいかなと思ってパタゴニアのバギーズショーツをイケおじが履いたらっていうテーマでちょっと出てみたい。これやったらねさっきの XS やったらキモおじになっちゃうから出られへんねんけども、そういうところで、ショートサイズは XSSM サイズってなりました。で次はロングバージョンで、ロングバージョンに関してはある程度長いからちょっとちっちゃくてもいけたんですよ。でまずはですね XS のロング履きましょうか。これが XS ですね。 XS はちょっとちっちゃい丈が長くなった分横がちっちゃくなってるんでここ張ったあるんですよ。だから XS やったらおそらくこれで触るとどっかがビリビリ言います。もう裂けてくる。どっかがビリビリって言ってくるけども、まあ、これはちょっときついよねっていう感じですね。この辺がやっぱきついんですね。ウエストはね、まあ、全然余裕っていうか、まあ、まだちょっとだけ余裕あるんやけどもこの辺がちょっときついかなっていうところで、まあ、キモくはないけどもどう考えてもここがパツってるっていうのがわかる。で次の S サイズ、ロングの S サイズっていうのがこれね、こんな感じ一番しっくりくるんちゃいますかね。ロングの S サイズが確かにしっくりくるって感じやけどもイケイケ感はなくなるけどもねちょっと落ち着いちゃう。長ければ長いほどちょっと落ち着いてくるしもっと長くなって七分丈になったら嫌いな人多いんやけども、まあ、長くなればなるほどちょっとこうスタイルの良さも消えていくしパッとした感じはないんやけど、まあ、安定感はあるんちゃうかなと。大人っぽさはあるかなとは思うんですけどもよりかっこいいとかって言われたらバギーズショーツの M サイズが一番かっこいいんかなとは思いますね。まあ下半身見てる感じも上半身見てる感じも年齢的にも違和感ないですよね。ああ確かにこの感じやったら、まあ、この見た目下の見た目してるんやったらこの上の見た目まあまあまあ普通やなってなるけどやっぱショート履いた時は目立つけども若作りしてる感が出るかもしれんしもしかしたらめちゃくちゃかっこいいってなるかもしれんし、まあ、その辺はちょっとわからん。人によって捉え方ちゃうけども皆さんはいかがでしたでしょうか。バギーズショーツロングだけでもねサイズこうやって変えるだけでウエストは全然どこでもいけるんですけども、まあ、人からの見られ方がだいぶ変わりますよねと。でもちろん色味によっても変わりますよね。こういうちょっと落ち着いた色味しちゃうとこう大人っぽさが出るっていう人もいてるけども人によったらこの色味めっちゃ老ける人もいてるんですよ。だからこういうのはまあちょっと人によって違うんですけどももし迷ったら、まあ、黒とかネイビーとかこの辺りいっとけばまあまあいけんことはないと思います。で明るい色味はもう人の持って生まれた肌質とかによって似合う色似合わない色っていうのがあるので、まあ、それがもし知りたいっていう方はね、僕パーソナルカラーやってますのでぜひそちらの方にね来ていただければ。診断の方を直接僕がします。僕以外にもあと2人行って合計3人で一斉に診断していくので、まあ、ご自身がねどう思われてるかとかどういう風に見られた方がより綺麗とか どういう風に見られた方がよりかっこいいとかより人に選んでもらえるかっていうところがね、まあ診断もできるんですけどもそういったことでバギーショーツとロングの方ね両方履かせていただきました。まあこれからちょうど夏になってきたりね、まあ、ゴールデンウィークぐらいから一気にショーツ感ね履く方多くなりますので、まあ、それぐらいの前よりちょっと買っといた方がいいとは思うんですけどもいつも言ってますけども時期が来てから買うのは遅いです。7月とかにバギーズショーツ欲しいんですがもうありません。だから欲しい方はゴールデンウィーク前からね狙っといた方がいいんだなということで本日はですねバギーズショーツロングの2023年版とあとサイズ比較をやってみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。感動なしでは語れない2日間生の拓造さん見れてよかったすごく楽しかったなめちゃめちゃ緊張しました。こだわりはすごい感じるな。ぜひ会場でご体感ください。拓造のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとかカレンダーを毎月プレゼントしておりますので僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサーそして記念品をプレゼントさせてもらっているので下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。